こんばんは、インリビングです。今日は日用品がいろいろなくなって一気に購入してきたので買ったものを紹介したいと思います。まずはウェットティッシュ、ノンアルコールのものです。このシェルコットのワンタッチで開くタイプのものを愛用しています。これは8個入りです。だいたいトイレットペーパーとかティッシュとかは大容量のものを買ってしまっておくタイプです。次はこちら、これはヤシの実洗剤、食器用の洗剤です。野菜も洗えるみたいです。キッチンの洗剤がなくなったので試してみたかったこのヤシの実洗剤を買ってみました。液が透明なのがすごくいいなと思います。手にも地球にも優しいみたいなので使用感が良ければ続けて使っていきたいなと思います。次は蒸気でホットアイマスクです。これは目が疲れた時にあるとやっぱりホッとするので、なくなったら買いだめておくようにしています。次、歯ブラシ。今回はクリニカの普通のコンパクト4列のものにしました。歯ブラシは今のところこうどんなものがいいかってこだわりが定まっていなくて、硬いのがいいのか柔らかいのがいいのか大きいのがいいのか小さいのがいいのかまだつかめてないという感じです。でもこのクリニカの持ち手が細いタイプはなんとなく磨きやすい気がします。次、これはコンタクト用のコンタクトをつけたままでも使える目薬です。スマイルコンタクトの1ミリペアクールというものです。これは初めて買ってみたもので、今まではこのマイティアCL のクールタイプを使っていたんですけど、よりこう疲れとか霞に効きそうだったのでこれを買ってみました。使い終わったら使ってみたいと思います。次は、はい、スコッティのキッチンタオル3倍巻きです。このスコッティの3倍巻きシリーズが好きで、これはキッチンタオルなんですけど、このトイレットペーパーもあって、これは本当に
3倍長持ちするので取り替える手間が3分の1になって素晴らしいです。特にトイレットペーパーはこれを多めに買いだめておくと家の中でトイレットペーパーがなくて困るということがなくなるのでおすすめです。はい、ということで今回は以上です。私は人のドラッグストアの購入品とかに結構興味があるタイプなので自分の購入品も紹介してみました。何か最近これを使ってみてよかったよとかおすすめの日用品などあれば教えていただけると喜びます。それでは今日はこんなところでおやすみなさい。はい、ということで日用品をどこにしまっているかというとこの白い箱の中とあとはクローゼットとか洗面所とかキッチンとかに散らばって少しずつ収納しています。中はこんな感じで、いろいろ割とごちゃごちゃなんですけど、ティッシュはここにも今あるんですけど洗面所にも4つぐらい置いてあります。あとは洗剤とかあと洗濯槽のクリーナーとかマスクとかこれはワックスをかけようと思ってワックスシートと無印良品のスポンジとコロコロの替えとコロコロ本体もここにあります。あとはウェットシート、ティッシュが今ここにないんですけどティッシュはクローゼットに入っています。シャボン玉の石鹸がここにありました。あとこれすごく使いやすいです。無印良品のちっちゃいちりとりとほうきのセット、あとこれは最近買った椅子の足にはめる靴下の余りです。どこに何を置くかはあんまり決めていなくて、このトイレットペーパーとかウェットティッシュとかをクローゼットにしまったりこっちの箱に入れたり綺麗に収まればそれでいいかなと思っているので、はい、感じです。それでは